山本英二山本英二は日本の外交官。内閣府経済社会総合研究所、常席主任研究官、トロント総領事、中東ティモール特命全権大使、国際テロ対策、組織、犯罪対策協力担当特命全権大使を経て、中ブルネー特命全権大使、大阪府出身。1980年大学法学部を第6期生として卒業し、 外務省に入省。韓国語研修を受けたコリアスクールで九百八十三年にハーバード大学修士課程修了後四世大学校、ソウル大学校に留学。在来館民国日本大使館二等書機関、外務省北東アジア課主席事務官、国際連合日本政府代表部一等書機関、外務大臣官房企画官、外務省国際情報局分析二課長、 在官ボジア日本国大使館参事官、国際連合日本政府代表部講師、在外官民国日本国大使館講師を経て、2007年内閣府経済社会総合研究所、上席主任研究官、外務省大臣官房参事官、外務省大臣官房審議官を経て、2011年、トロント総領事、2014年中東ティモール特命全権大使、 2017年特命全権大使。2018年県特命全権大使。2019年ジューブルネー特命全権大使。AB 法学部外交講演会を開催。創価大学2016年6月24日。AB 欧州連合代表部大使に、片上氏を、起用2014年7月22日府日本、経済新聞、外信コラム。 韓国に精通した外交官の移動に、ブーイングガラパゴス外交人事ザクザク2014.08、17、大韓国の変化と展望論争者、人事外務省毎日新聞2017年10月7日、東京長官、外務省人事朝日新聞デジタル2018年4月10日5時、カタール大使に、砂が時事通信2019年7月23日10時44分、 ありがとうございます。